皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ザンリーグ関東 A1 最終戦です。第30回戦をお送りしていきます。はい、現在のポイント状況が、まずはジャンシ遠藤選手がマイナス16枚、現状6位になってます。まあ大体残留になるのかなというポジションですね。うん、次が怒らせ選手でマイナス103枚、はい、現状10位。ヨーテルさんがマイナス129枚、現状11位です。うん、怒らせさんもヨーテルさんも大きなタップを取れば残留が見えてくるという感じになっております。うん、はい、他のタクの状況は分からないのでね。はいはい、あとは加藤さんがどれぐらい叩くか、ヨーテルも一応トップ取って周りが沈めば一応残り1枠の、はい、残留を争うような形になっております。はいはい、それでは準備がよろしければ対局を開始してください。はい、あとはね、9位にいるキウイさんがマイナス99枚なの で、ね、そこの結果次第でもあります。まずはね、この3人で、まあ、トップを取らなきゃ話がね、はい、始まらないですもんね。まあ、ジャンシー遠藤さんは、まあ、もうかなり楽なポジション、まあ、ですね。そうですね、伸び伸び言ってますね。伸、はい、び伸び、その役満ケアするぐらいでいいと思います。まあ、1、2回振っても余裕ありますね。はい、100万10枚ぐらいだったら、うん、あと伸び伸びと、はい、あのね、はい、自分見せれればいいんじゃないでしょうか。宅内に伸び伸びしたジャンシー遠藤がいるってマジで邪魔だな。ジャンシー遠藤につきちょっと厳しいですね。マジで邪魔だと思います。ドラがチーピンで、あのウーピンが、赤ウーピンがあんこのジャンシー遠藤がいます。ヨーテルは何とかしてねじ伏せたい。まずはトップ、うん、そうか、シュー、あのチップ込みですね。おこらせさんちょっと良くなりましたよ。おこらせさんやっぱさっきのラスが響いてるな。これでね、ここでトップ条件になっちゃったですもんね。そうですね、もともと結構トップトップの方が良さそうでしたが、はい、お、花花ヨーテル、まだ花は山に2枚、ペンが重なりました。はい、これヨーテルもおこらせもトップを取らなきゃ、トップを取らなきゃしょうもない。しかも小さいトップではいけない、多分ヨーテルさんは特にそう。もう10万点周期ぶっこ抜きトップですよね。はい、だからペイ一泣きしない可能性とかもありますか。これ白くなったな。これは本店サブロー急走とくっつき、チーピン残しましたね。かなり面前リーチを強く見てますね。はい、私はここまで良かったら孵化したいですね。うん、でチップ抜かないといけないですからね。チップも必要なんですね。やっぱり一発も裏裏まで見てると思いますよ。ヨーテルさんね、今日前のゲームで2回ねポッチツもしてるから、そうですね、ポッチとの相性はいいかもしれません。ふかした、いつものヨーテルが、まあ、泣いてる場合じゃないですね。泣いてる場合じゃないです。ヨーテルしかないんでね。これ多分ポンテしか取ってなかったと思うんですよ、今まで。ヨーテルって条件戦きっちり完封ピン、よし、行こう。外した、ヨーテルは外す。こんなヨーテル見たことないです。確かにちょっと最終戦につき、ね、両系でカンパーピン順からだ。あら、しかもあの積もりやすくて、あのやっぱね、チップも取りやすい方っていう感じですね。これチューピンになりますかね。はい、いやこれだってヨーテル今までカンパーピンもペンのコンテンも絶対やってましたよ、これ今まで。確かに、あ、これ上がりやすさ重視だ。チップってことですかね。これは少しでも両系にしてペイが残ったらサブロー急走だし、三蔵引きも変則4面ちゃん、ちゃんとね、パーピン順からだから。カニャン、もう行くか。カニャン、もう行こうか。いや。行かないかな、どうなんだろう。行った。行った、カニャンゾー。一回外してみたものの、これ、イーソー引いちゃうと、あの、外してもリャンゾーが振り手になるんですよね。え、でもリャンゾーは全山ですよ。全山になったの。順からから全山。はい。同じカンチャン界なのに。そして、ポッチが選びましたね。いけー、ヨーテル。はい。ポッチがおります。ヨーテル、こっから残留したらすごいけど、ヒーローまあないよね、なかなか。いや、望みあります。まだ周りが落ちるのがまあ前提だからな。ジャンシー遠藤が全然突っ走って捉えられるっていうのが。お、ここでいいシャンテンだ。あれ、ローピンは今取ってたんですけど急走から行きましたね。はい、自分の手の都合ですか。もう怒らせさんのトップ、おお、すごい手順だよこれ。うん、リーズもドラさん、裏ドラが欲しい。なし。いや、この裏ドラね、1枚乗るとね、1枚乗るプラス跳ねまんって。まあいいです、スタートダッシュは決めましたよ。スタートダッシュですよ。順からカンパーピー外して全山のね、関連像で参りました。さあ、大事な大事なオイバン、ハイパイ。いやー、これね、だってトップ取れなかったら2人高級だもんね、ここ持ち。ドラがローピン、
いやもう連チャンしたいよね絶対。悪くないですよ。ヨーテルの理想は、まあ、2人飛ばしだったらその40枚トップとかなくもないんで、うん、ここからあの壺4回ぐらいすれば、うん、1番に背負るよ。なんかないですね。4回壺現時点で 10% ぐらいその未来ありそうな気がします、うん、10% もないか5% ぐらいか。ジャンシエンドが中のあんこなんですよ。お、おジャンシエンド軽い邪魔くさいですね。でもジャンシエンドは法律いきますよ多分。伸び伸び、いやシビアだ。ジャンシエンドも戦争残した。展望関係ないと戦争ぐらいでさすがにさすがに流せばいいからね。ジャンシエンドはね、そんなことなんか、うん、さっさと終わらせたいまでありますか、うん、いやそれか見せたいとか思っててくれればジャンシエンドなんだと思ってるんですか、でも画面に長く映るのはいいことですからね、うん、確かに、うん、でもジャンシエンドの話は面白いからな、うん、ちょっと俺何回 か放送対局向きというか楽しいですよね見てて、ね、何回かで見入っちゃったねちょっと何をしてくれるんだっていう恐怖を感じるんですか。あれ関連像が拒否、ね、ダブトンション敗ローソーでかジャンシエンド本一点渡らない。ヨーテルは一品先に切ってダブトンの重ね見てましたね。これで想像伸びて、まあ、1通とかその辺かも。あ、パーソンかぶした。これでチート率のシャンテンだ。お短期ってなるほどそういうこと。あすごい関連上拒否はこういう意図があったのか、うん、早いですねチートで見切りが。うん、ジャンシェンとパンパンに構えてる。あいいシャンテンだこれ1通もあるじゃん。くっつきだ。でパーピンの周りも悪くないですね。そうですね上のピン少し良さげに見えます、うん、T ピン引いてきて6球ピンになれば。あこれでジャントがない形です。まだ確定してない。さあこれウーソ赤ウーソとか引くとな。おこらさんもトップが欲しい。うわーこれはナイスだね。この手順でペイタンキ強くないですか。すごいこれすごいね。でペイ実際どうですか。あ全山だ。えすごいペイ全山。これはねうまくテンパった。ただヨーテルは全部いく。おお最高間に合った。あでもローソー1時間に合ってる。そうですね小倉さんローソー間に合ってます。サブローソーも全山上手。サブローソーもあわあサブローソーは三蔵が小倉さんに統一遠藤にローソー1枚いますね。サブローソー 4枚サブローソー4枚対ペイ3枚。三蔵ない。あ三蔵1枚か。三蔵1枚あ三蔵1枚三蔵1枚ローソー2枚か2枚。あジャンシェンド1品とか切るんじゃないか。これ親に補充しなければ大丈夫なんですよ。ああだからあいった完全やっぱり切らない。これ3対3です、うん、おお惜しい。うわーいや手順が良かった。リーズもチートイドラ6。リーズもチートイ1点。あ、うらうらリーズもチートイドラ6。いやこれすごいすごい手順ですね。あのイーソー切りで関連図を受け入れ。いや本当にそこだった今のは。パーソーってそんなに被りそうに見えました。パーソーパーソー被りそうじゃないですか。あ残して、はい、であと三蔵もですよね。そう三蔵も被してなんか手なりでパーソー打って管理図をなんかメンツでもあの頃見えた、うん、ね手順だったんですごいな。ちょっともう一回すごい見事、うん、そんなにパーソーよく見えたかもう一回見たいですね。配信楽しみもう一回ちゃんと見たいですね。こういうのねそんなにパーソーよく見えたか。でも結果的に細い糸をたどって倍松も上がりました。いやすごいですね。全く自信ない俺上がれてる俺多分俺に上がれてないなっていう。あと一押しですね。あの現状だとまだ点数足りてないです。あのその暫定順位でまくりはしないです、うん、はい。いやもう A1 見る意味こういうとこにありますよね。小瀬さんと加藤さんが15枚か。まあまあでもとりあえずトップだな、はい、とりあえずそうですね。まだまだでもこれ小瀬さんラス上なのか、はい、そこ判断難しいな。いそうですよね。あの諦めてしまってそれで足りてないケースありますからね。いや加藤さんの前の78枚なんで。78枚はい。あ、78でした。はい、78なんで。もっと棒だけ使ったってことですか。25枚差ありますね。あ、ごめんなさい、ちょっとました。あ、ここに訂正があります。はい。はい。ボーダーの8位の加藤さんは、78枚の。はい。あ、じゃあ、ヨーテルも結構きついわ、はい。間違いですね。はい。正しくは78枚です。そしたら、まあ、25枚差ってね、あの、15枚トップと、あの、12枚トップとか取っちゃえばね。はい。はい、なので、チップとかで。じゃあ、さんは、25枚トップで暫定順位が追いつく。加藤さんが落ちてくる前提がないときついな。ということは、これあれですね、あの、まだまだ大きいトップ必要ですね。さらにプラス10枚。
いや今のチートイツも裏が欲しかった。裏あったら破壊できましたね、うん、トリプルありましたから。そうですね、だからヨートレさんはこれ51枚ってことですね、最低暫定だと。51枚のトップってあんま聞かないですね。相当ですね、ヤックマン積もってダブルトップ。過去にバクウンタロウが確か50枚トップ取ってたみたいな話を聞いたような気がします。ヤックマンとか聞かないといかないですね、はい、なかなか。ヤックマン積もって回復してもらって、ヤックマン積もってみたいな、うん、そうですね、一回蘇天回復してもらわないと点数なくなっちゃうから、ね、ドラがいいピンですが、ペイをかぶせたら、これはもう、もうまだまだブリブリいきたい、ブリブリきたい。ペイもポンして、ね、え、親落とせないですね、まあ、落としたくないで、2回のうちの1回のとなると落とせないですね、ジャンシンの伸び伸び打てるんで、まあ怒らせにこれ以上走らせるわけにいかないですよね。両手さんとしてはそうですね。ジャンシンのイーシャンテン、ペンカン3ピン払って単用、ドラは1ピンだけど上がりやすさ重視、ダメでもペンポンしますか。よし、とりあえずポン、とりあえずポン、ペンポンしてイーシャンテンです。イーソーと三蔵のシャンプー、うん、あの本店が取れる形ですね。これね、そうかね、ローソーとか急走引いた時に、まあ本日に渡れなくてもないですね。お、これで広いイーシャンテンやった。広い3ピン打っといて、まだ親番があるうちは自然に、あ、これで先輩、まあイーソーでレベルですね、はい、パーソーは1人のゲーム、あ、でもただイーソー1枚切れてるのか、どっちにします。それでも上がり率はイーソーの方が高そう、イーソー狙った方が。想像残しておくと、まあ、両面変化ありますね。関数層、はい、上の4連携で関数層はここに2枚と、うん、現状の出上がりしやすさか、こっちに2枚ですね、はい、順からではあるんですが、はい、ヨーテルさんの方は3面か、うん、これですね、あの現状の待ちは悪かったんですけど、両面変化の方を選んだ。あとジャンシー遠藤が転配すると数層で補充になりますね。2ピンゲームですか、これの。あ、回収テンパイ、リャンゾー、スーソー、リーチ、リャンゾー、スーソーのリーチが入りましたよ、という選手。リャンゾーが結構いいんじゃないかな、山に残ってそうですね、リャンゾーは、うん、怒らせが三蔵三蔵って切ってるんで、リャンゾー山に2枚います。スーソーはもちもち、スッチソーちょっと薄くなってきた。エンドどうする、これエンドパーソー現物、ローピン合わせて降りるか、パーソー現物だ、パーソー現物やんぞ。おお、来た、一発もリーチ、一発も4、裏欲しい、裏3本、裏3、2、3、4、7本、裏8本、倍満の2枚ですね。でかい、かなり大きい上がり。一応これ加藤さんとの差は50枚なんですけど、加藤さんがワンチャンマイナス20枚とかやってる可能性もなくはないんで、はい、ヨーテルさんトップ取っておけば、はい、望みがあります。万が一ね、万が一がありますからね。まあ、その場合はキュウイさんも沈んでないといけないので、ちょっとまた、確かにそうか、あれなんですけど、これで難入でジャッシェンドノーヤ、確かに怒らせを倒して取ってもキュウイさんと加藤さんどっちも倒さなくちゃいけない、うん、ただね、トップ取っておけば望みがありますからね、うん、ジャッシェンド花を抜いて何から切りましょう。ジャッシェンド自由ですね、三度から切っても OK です、好きに麻雀したらね。ドラがウーピン、あれ打点ありますよこれ、おいいね、打点マックス。ただ今何発なんでなお厄介ですね。なるほど、はい、でもできれば面前でね、あのチップの可能性残したいね。チップが欲しい、なん自分で引きましょう。しかしダブドラですよ。あ、まあ面前いけるな、これ面前、いやでも親残ってたらな、でもちょっとや外のトップじゃダメなんですよね、はい、51枚ですよ、1枚目は泣かないとかって感じですかね。まあでも4テルは親番残ってるから、うん、あるんで、一旦ダブルを泣いてもいいかもしれないですね。泣いてもワイマンぐらいになりそうですもんね。なりそうです、現状ダブルは6あるんで、怒らせ選手、まあラサイ残ってますね。おー、スリムに入れた、ダブドラ、うん、怒らせスリムに受ける余裕はあるのか。赤ウピのダブドラを使いたいってことですか。怒らせさんも多分押さなくちゃいけないですか。そうですね、結構デカめのトップ必要ですよ、
暫定順位で25枚ですもんね、必要なのが、うん、これで三蔵でポン剤残すか小僧にゃんかなすか、まあ、三蔵の方がテンパやりやすいですよね。三間違いありませんので、うん、ポン剤を残しました。さあ、すまない、なかなか超ド級の手なんでね、ちょっと一刻も早く進めたいか、なんか進めたいですよね。なんとか引きたいけどな。南。あ、うん、あ、うん、そんなドキュー。スッチーソーのテン、あ、スチーピー、スッチーピーのテンパイが入りました。スチーピーはなかなかいるんじゃないですか。そうです。あ、いいとこ引きましたね、これで。あ、いいとこ引いた。三面ちゃんでチートイツもある。本当も取れるぞ。ダブダンのコンボ。詰まった。詰まった。これ怒らせてよってこうやって。ペイ2345、ペイ5。ペイ。怒らせてヨテルがこれ取ったり取られたりしてると2人とも沈んでいきますね。まあでもヨテル親があるか、まだ。そうですね。あと、怒らせさんも怒りそうなんで、怒らせさんも怒りそうなんで、どっちも親あるわ。チップ逆に今マイナス2枚なんで。さあ、ヨテル最後のチャンス。何2局ドラが3ピンです。ヨテルさんが親番。ここで吹かないと高級だ。真相があんこ。チートチートイツ。悪くない。悪くない。すぐあんこ。とりあえずトップ、とりあえず上がりますか。第一者は一旦2杯します。うん、シャアから打っといて、なんだ、え、役番か。パスアンコ。あ、かなりやっぱり意識してますね。うん、波大抵のじゃダメですもんね。うん、普通の10万でトップじゃ届かない。ね、あとは望みかけるだけになっちゃいますからね。岡選手もまだね、トップだけど足りてないですね。でも25万は全然いけないですね。はい。50枚だもんな。あ、ジャンシンド軽いな。軽い。もうヨテルさんは数アンコウですか。こいつもいらない、こいつも意味ないっていうか、その役も一本狙いですね。もうアンコウがあったら、アンコウがないとね、チャンスにならないですから、ね、まあ、親番なんでこう上がり続ければって思うんですけど、やっぱり現実的じゃないですかね。まあ、ちょっとでかい手が狙えそうな手だったってことですかね。例えばメンツだけだみたいな手だったらね、数アンコウ狙えないですからね。これ行くなら数アンコウだっていう感じですかね。ジャンシェンでもまっすぐ打ってる、数アンコウ効率マックスで、うん、まあ、あのトンもね、あのキッパーに打たれてるんですぐ切るっていう重なり効率。いや、軽いな、ジャンシェンド。あー、これヨーテルのいいピン、これ怒らすともちもちになってんだな。あー、きついな。シャキとくか、これ。あ、両面もいらない、親番の連チャンは。いや、もう役満一本狙いってことですね。こちらも役満一本狙いか。いや、でもまだね、親番残ってますね、怒らす選手も。怒らせさんもでも結構役満になりそうですよ、あれ。確かに。え、でもチュンもちもちだ。チュンとイーピン。え、怒らせとヨーテルでチュンとイーピンもちもち。おー、しまいだよ、それは。ジャンシエンドそれジャンシエンドしか、待って、でもジャンシエンドのイーピン、ジャンシエンドテンパったらオープンあるか。ジャンシエンドのイーピン、ヨーテルと怒らせで潰してますよ。ちょっと時間かかりますね。あ、スーピン間に合ったか。スーピンもだいぶ薄い。スワンコやってる2人が、あれとか、あとジャンシエンドからペイ4枚見てるんで、あの今三蔵残すかハック残すか迷ったんですけど、あの国士ないのを確認して、あれヨーテルこれチートイツになっちゃうんじゃないの、はい、なったらしますか。うん、そうですね、なったらまあこれね、裏裏あるし、はい、ジャンシエンド目線だと国士じゃないんですよ、ペイ4枚見てるんで。何しました、これピンズですよ、はい、パーピンダブル、あ、一瞬ピンオープンリーチだ、ジャンシエンド。はい、ここでリーチ。さあ、しかしこの E ピンはもちもちになってるんで、 E ピン0、スーピンはバニー2枚、スーピン2枚ですね。はい、スーピンが2枚だけいます。お、あ、追いついた。あ、チートイツだ。6ピンとくか。9ピン短期、まあ、打ってもいいんじゃないですか。つもぎり、あら、現状トップ目でね。なるほど、任せる。まあ、ローピン短期はちょっと無謀か。ヨテルはチートイツテンパイしたら、うん、嘘はプッシュ。もう降りる意味ないってことですかね。もう降りはないです。撤退はね、ないです。撤退の道は。確かに。だから、スーアンコウかチートイツかってことですね。うわ、ローピン短期を合わせたの、怖い。さあ、スーアンコウにならないが、チートイツならできるぞ。チートイツの種はまだ山にいそう。ハーソンも吹かしてるな。あ、もう、完全ベタ売りで。小倉さんも最後の4番にかける感じですね。
さあヨーテル持ってるこのシャーとハツはどうだ。シャーハツシャーハツ、ここにシャーが1 枚。あれハツ全員山じゃない。再びローピン通りましたよ。あ、これで9ピン短期ですね。一旦ね、一旦ローピン短期、一旦ローピン短期ね。まあ自順ローピン切りそうですが、うん、これさシャーハツ山にいますね。だからあシャーは、あそシャーここか。一旦ローピンが入ってるんですよね。いやこれでもトッピングしたくないなこれ。ローピンといて現物。スーピン危ないなさすがに、うん。シャアがあそこに2枚ってことはシャアが山に1枚か。はい。ローソーは通ってる。ハツはシャンパイ。あ、いやハツ山さんじゃん。ハツ山さん。はい。じゃあ追いつけるかも。ローピンは通った。はい、怒らせのところにシャアが2枚とハツは山さんです。チートイツでも上がりもはなっか、ここにハツね、はい、あと山に2枚、9層ぐらいいきますか。降りる意味ないですからね。降りる意味ないですからね。あーローピン、あーおー積もった。あ積もった。リーズモペ3、何のそのですね。1、2、3、4、はい、ハネマン、ハネマンの0枚。はい、これで残すは、いやこれ残せるの親番。お母さん足りてないです現状。このままじゃ終わりです。まあでもね、何積もっても妹とか誰も積まないですから、はい、親なんか好きにね、はい、高い手を上がれば。この場合もうヨコテルってどういう打ち方になるんですかね。あの上がればでも100万も無理なんですよね、もう、はいはいはい、なんでもう終わらせるの自然ですよね。 100% 無理ですもんね。なるほど、100万上がっても無理です、ね、自分の貢献はもう確定しましたもんね。だって4倍100万とかちょっと現実的じゃないですよね、うん、前回のゲームでダブル100万があるって言っちゃったんですけど、その前の、うん、ダブル何アンチャーか、ダブルなくて、ダブルなくてないです、はい、ダブルがないので、はい、まあ、トリプルとかクワドロップルぐらいじゃないか、はい、それも足りてないさそうですね。ダブルないんで、100万と4花上がってもちょっと、だからここで上がって、自然に上がって、あと、怒らせさんを昇級させたいとか、残留させたいとか、ここで上がれば、今多分これ高級になりますので、はい。そういうのまあ、でもあんまり意識しないから、そういうのはね。そうですね、はい、なんかあんまり、はい。まあ、で、最後ね、自分の見せ場作るみたいなのもね、はい、大事ですよね。はい、あ、役満を目指してますね。役満ね、はい、一応ね、役満上がったらなんかあるかもしれないですけどね。で、こういう打ち回しになると、岡田さんがかなり有利になりますね。あ、4点がまっすぐ来ないんで、連チャン率相当上がってますよ。なるほど。はい、で確かに2分の1連チャンですもんね。2本馬3本馬って積んだところで、なかなか終わらないなと、このゲーム。なるほど、ね、高級ボーダーの人が宅内に2人いるとこうなるかもしれない。今ゲーム歪んだんで、でもまあ確かに上がってもねほとんど意味ないですからね今ね。まあ確かにヨーテルは役満積もってトップ取って裏さん一発みたいなことがあれば、はい、でこれジャンシエンドがね上がれないともつれますよこのゲーム。対応でいった方がいいかな。7は期待できないんで、現状のヨーテルから自敗出てこない可能性高いです。まあ捨て牌見てヨーテルがまっすぐ行ってないなって分かるんで、はい、もうなんか上がりにくいでしょうね、はい、もう1ピンも9戦も全部残した方がいいですね。これも全力で現状は負けてる。まあ怒らせさんと遠藤さんの差ってもう90枚近くあるので、あでもこれね上がっても意味ないんだよな。これどうするんだろう、出たら上がる、上がらない、上がるのかな。いやまあ諦めて上がるはありますよね。まあ諦めて上がることはあるかもしれない、ね、今地獄、うん、でも一応スガンコ積もっといたらないんですか、なんかその万が一なんてことも。51枚差です、ね、いやでもあれですよ、スガンコ一発出すね。あまあそうですね、あの相手がなおかつ8位が落ちてくる場合ですね。なんかそもそもの条件が中継見る人たちが40枚ぐらいのポットップを目を取ってくれてっていう、もしかしたら奇跡はあるかもしれないですね、うん、あサブロス入った、これは強い。違う、遠藤に役満が入りそうな勢いなんだけど、えあまあリーチマスか、さすがにダマスか、さすがにダマスか、もうね、ここで決まる、上がるな、あ、スーアンコの可能性にかけた、そうですね、あ、いった、ペンサンゾ、あれ確かサブロソでしたね、サブロソですね、はい、ジャンシエンドサブロソ、ん？サブロソだ、ん？もう決めに行くか、これ、補充しても大丈夫です、何補充しても大丈夫、なんだ？補充する意味ないんじゃないですか、別に上がられても、もう現状テンパイより出るので、あーこれは止めようがない、ゲームを決めに行くかどうか、いった、あまあ、でこれ延長になりますね。リーチ一発、はい、イペコ赤赤満番の1枚です。展望はこれ多分まだ足りてないと思いますよ。25はトップ取るだけじゃ多分足りないですよね、はい、足りてないです。
ということは続行か。続行しそうな感じですね。これ今現状チップ多分マイナス1枚ですか、このワンチャン。はい、あ、そうなるのね、はい、あ、でも軽いぞ。これで10万点目指していく感じになりますね。いけるところまでもう上がれなくなるまで上がろうみたいな感じですか。そうですね。あ、いいぞこれは。いいっていうかもう1万点の今12枚のトップかな、これ多分、うん、6。え、遠藤さん何これ、キモ。14枚のトップかな、多分今勝者輪で2勝点、うん、え、好きすぎだな、みんな好きすぎだな。今だと14枚とかやったもんね、多分ね。5万点がゼロですもんね。1万点刻みで今安い枚だから、はい、今14枚のトップ全然足りてないですよ、25枚、うん、あと10枚っす。まあでも間もなくテンパりそうなんで、おこらせさん、はい、あとテンパった。うん、リスソーリーチ、ね、リスしましょう。オープンなったことあります？いや、あーでもこれ上がりず大幅に下がりますね。これダマ、いやこれリーチャーです。あ、まあイーソー貫通ったらダマですよね。あ、そうですね。え、でもダマにしてどうするんですか。いや、イーソー貫通の場合はダマって、イーソー貫通の場合はダマです。まあでもリーチが不自然ですね。まああとはなんか数層にくっつけて、あーピリピリしてるってことですか。国士だからもうイーソーが出上がりできないと思ってるんじゃないですか、これヨーテルは国士なんで。いや、なんかリーチになりそうな気しますけどね、うん、いやまあリーチですね、さすがにね。うん、数層で上がれることも全然あるし、役なしですからね、現状。しかもだ、あの、まだ点数必要でか、ですよね。一発裏もないし。オープンってあるんですか、ちなみにこれ。あります。オープンはあるんですけど、いや、まだ選択としてはやらない方がいいんじゃないですかね、まだ。出上がり率が下がりすぎますよ、ね。確かに、エンドにかわされるリスクが。うわ、ん、なんだ？いや、やっぱり、これは、あの、イーソー貫通の人いるから。いや。当てんぱった。当てんぱった。ちなみにこれ、え、これどういう、あ、これ、リャンゾー短期がいいですね。チューは出ない。これ、酔ってるから。行った、リーチ行った。リーチいらないんじゃないですか。もう、ま、でも打ったとしても変わんないんで、とりあえず押さえつけとこうみたいな、もう話な、まあジャンシンでもどっちでもいいみたいな。え、怒らせの意図がちょっとあれだな、難しいな。いや、なんかイーソーいないと思ったんじゃないですか。いやこれあのイーソーソーでリーチ打ってたらジャンシンで来なかったかの、え、待ちが悪いかなり。あ、ええ、なんだって。はあ、チーピンは確かに山にいる、ニヤマペンカンチーピンを追いかける、なんだって、なんだって、なんだって2対そんなことある。あ、2対2か。確かにチーピンは良さそうに見える。チーピンは良いと思ってたんでしょうね。まあ確かにチーピンは、いや、ていうかこれあの岡田選手これ上がれだったら敗退の声ですよ。チーピン確かにいいな。チーピン誰が使ってんのってぐらいいいけど、でもそう、もこれここまで待ちたいよな。あとイースースの抑えつきもやっぱでかかった。ジャンシンのテンパイ取れてない可能性ありますもん、これリーチしたら。多分テンパイ組めてないですよ。エンドこれ打ったらいくらですか。チーピンリーチドラ、リーチドラしかないか。うん、まあでもチーピンでもリャンゾーでも、リャンゾーどこ行った。リャンゾーは2枚です。2対2、2対2です。まあ1枚切るとチーピン短期みたいなもんか。あ、そうですね、はい、それですね。変化はあるけど高くなった。確かにこれチーピンめっちゃよく見えるのと、まあ、手代わり、遠いですよ。有力な手代わりがたくさんありすぎですね。いやローピンが3枚見えてるんですよ。有力な手代わりが正直パーピンぐらいしかないですよね、うん、でもやっぱりそれはね、負けたことがベターですね。そうですよね、はい、実際の枚数はそうですよね。実際の枚数今の現状、じゃあもう興味なさそうな顔すな、お前興味なさそうな顔、この現状だとイースソーの方が少ないんですよ、ね、すな。いや、これチーピンで結構上がりそうだな。やばい、これ、はい、だってこれしかもあれですよ、残留かかってるんですよこれ、ま、競り負けたら落ちますよ。チーピン短期もでもありますからね。やばい、2枚誰も使ってない。確かに、まあ今まで怒らせ選手短期選択成功してきましたからね。ニャンゾーはちなみに2枚です。2対2です。今ずっと2対2です。白ポッチなし。それ、いや、チーピンあるぞこれマジで。まあ、どちらもあります。リャンゾーもチーピンも2枚ずつ。いや、ジャンシンが決めるか。ドラドラ吸収されないですね。いや、これ上がんないと惜しい。惜しい、惜しくないか。それ、いや、このチーピン短期に至った意図聞きたいな。あ、でも多分馬強でしょうねこれね。馬強すごい良さそう、うん、まあ、すごい良さそう。あー、掴んだー
一寸を外したところからちょっと聞いてみたいよな。リーチチートイドラ4、リーチチートイドラ4、裏は乗らずハネマンの上がりになりました。こういうのってやっぱ YouTube の上がるわけじゃないですか、はい、選手がこうコメント欄にこうハイと書いてくれると嬉しいですよね。そうですね、うん、なんかすごい気になる普通に。これで最終戦は岡田選手トップはトップです、はい、ただ6万点ですね、はい、そうですね、小さいトップでした、はい、6万点のトップと、あとジャンシー遠藤がプラマイゼロになって、はい、しまったの で、はい、でヨーテル選手はこれはマイナス10ですか。そうですね、マイナスではプラス10枚のトップということで終了となりました、はい、なので加藤選手がラスってて他の人が誰もまくってなかったらワンチャン、ワンチャンあります。キウイさんがへこんで加藤さんがへこんで、はい、だったらもしすごく展開が良ければあります、はいうんはい、なので最終結果はまたあれ、まあ、動画内ではちょっとわからないので、あ、今ここで最後出てるのかもしれないですね。はい、出てるか、はい、ザオ決定戦出ましたってなってるかもしれないです、はい、やってるかもしれないです、はい、いやちょっと最後不思議な感じでしたね、うん、まあ確かに一人その残留がもう決まっちゃった選手がいた時にどういう展開になるのかなと思ったら、はい、まさかこんな感じになるとは。30回戦ね、長らくご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次はね、残王決定戦ということで、はい、お楽しみに。イスソいないやん。いないです。いない。イスソいないです。なぜ分かったイスソいないって。え、ここがチートイ模様だから、うん、イーソーとイス以上で持ってる可能性が高くて、うん、でここ国士なんだからイーソーなさそうで、スーソー見えてる。で、何枚見たっけ？2枚、自分で2枚。だからイーソーはないものとして最初から考えてて、うん、スーソーがいるかだけを考えてた。うん、イーソーでも、うん、それ。で、チーピンは悪くないなと思って。悪くないね。悪くない。悪くないけど、言うて2枚だからな。いや、リーチがかかったならもう。最高で2枚だからね。リーチがかかったならもう勝負する。もう2枚でいく。なるほどね。リーチかかったら、いや、面白いと思う。いい感じ。